どうもみなさん、こんにちは、こんばんは、ゆうころです。皆さん、こちらのイベントを覚えてると思います。全ユーザーの皆様に魔法石159個をプレゼントと、こちらがですね、なんと今日もう朝4時から配布となります。動画上がった多分4時間後ぐらいですかね、にはもう今回配布されちゃうわけですね。で、今日はこの魔法石159個のおすすめの使い道解説を話していこうと思います。まあ多分ね、石159個っていうこの数値を見るとね、159個いきなり配布するのやばくね？どういうこと？冷静に考えて。やっぱやばいの、何考えても。すごいけどね。これやっぱ何も考えずに使っちゃう人多いと思うんですよ。てかもういつもそうなんです。なんか、しょうもないガチャ引いてね、後から石なくなって後悔する人がたくさん見てきてるんですね。で、前回の石配布の時は、フェス限確定ゴッドエースが来てて、あれって何引いても当たりだったんで、あれ結構後悔しない人多かったんですけど、やっぱり大抵のこういう石配布の時は、もう後悔してる人がめちゃくちゃ多いんで、今回ですね、絶対皆様が損しないようなおすすめの使い方解説やっていこうと思います。まあ、どうせこれ見ても使う人はいると思うんで、いいの、それはそれでいいんですけど、まあ、一応ね、こっちの方がいいよっていう風にしておいてほしいんでね、話していきましょう。で、まずね、一番大事なポイントとして、人は大量の魔法石をゲットすると、確実に、とりあえずガチャを引いちゃいます。そう、とりあえずね。で、とりあえずガチャを引く場合でも、ちょっと今回絶対にこれを引いてほしいっていうのがあるんで、まあそちらをちょっと参考にして引いてもらえればなと思います。はい、またこれは動画後半で話しますね。だからとりあえずですね、とりあえずガチャを一旦やめていただいて、まず僕のおすすめは、もう本当に、もうこれ、嫌というほど言いますけど、まずはボックス拡張。こういう時にもう50個使えとは言わないんで、もう何個か拡張しといてください。できれば毎日動画視聴して拡張してください。ちなみに毎日動画視聴して拡張すれば全然石使わなくても今現状足りると思うんで、1日2個あんま足りねえな。まあだからこういう機会にぜひ拡張してあげてね、ボックスに余裕を持たせてあげてください。で、あとはね、まあフレンドは別にいいかな。スタミナ回復、これもね、おすすめです。結局、スタミナ回復がないとこのゲームプレイできないんでね。で、スタミナ回復用に石を残すイコール、パズドラに対する貯金なんで、まあ、言うならね、こうなんだろう。欲しいコラボキャラとかが来た時に、そのスタミナ回復用の石を一気にガチャに使えるわけですね。で、言うなら、このスタミナ回復っていうのは貯金になるので、まあ、ボックス拡張、そしてスタミナ回復用に石を残すのがおすすめです。はい。って言って、まあ、それができるプレイヤーはね、なかなか少ないと思うんですよ。だって、石ゲットしたらガチャ引きたくなるから。で、今日はね、おすすめガチャからまず話していこうと思います。で、現状、レアガチャ、星を紡ぐ精霊フェス、北斗の拳コラボ、そして、ガンホーコラボ1と2が明日から来るわけなんですが、じゃ、まずこれ引いていいのかって話ですね。まず、北斗の拳コラボガチャは、絶対に引かないでください。これはもう優先順位はかなり低いです。一応ね、星5の、試練とか攻撃系のキャラがですね、10だとか、ここら辺が、マルチブースの攻撃力でパズドラ最強なんで、まあ、一応なんかマルチの周回とかなら使う可能性 1% ぐらいはありますけど、もうほぼゼロに近いです。今現状別に単体火力欲しかったらハンマユージローいるからね。そこまで必要じゃないことも多いんで、まあ、個人的にはもう白斗の剣は完全するでもいいのかなと思ってます。はい。で、次にレアガチャ星を紡ぐ精霊フェスなんですけど、まあ、これに関しては、まあ引かなくていいです、正直。あのね、キャラ一体一体は断じて弱くはないんだけど、どうしてもまず最高レア、ハイビスカス、アジサイ、スズラン、ダリアが 1.5% ずつなんで、合計 6% しかないんですよね。だからなかなか出ない。し、なおさらそのうちの1体を単体に狙うと 1.5% なんで、まあほぼほぼゲットするのは難しいと。まあ一応ね、カーネーションと、あとはエンジェルストランペットがいるんで、ここら辺の武器が欲しいとかだったらね、まあ、全然引いてもらってもいいっちゃいいです。まだ全然北斗の剣に比べたらこっちは引く価値があるので、まあ、星を紡ぐ精霊は引いても悪くないですが、まあ、個人的にはせっかく石持ってるんだったら、このガチャは一旦スルーして貯金しといた方がいいかなって感じはあります。星を紡ぐ精霊はやっぱりガチャ自体がだいぶ渋いので、まあ、渋いガチャ無理に引いてほしくないんで、あまりおすすめはしないって感じになります。はい。っていう感じがね、北斗の剣と星を紡ぐ精霊です。で、4時に石が159個配られるんですけど、その6時間後にはですね、ガンホーコラボが始まります。はい。で、ガンホーコラボに関しては、先ほどね、ガンホーコラボは引くべきって動画を上げてるんで、そちら見ていただいた方もいるかもしれませんが、ガンホーコラボに関しては、引いてもいいです。はい。やっぱりね、強いキャラがいて、クルセイダーとゴーストリングは既存キャラの中でもやっぱりトップクラスに強くて、で、新キャラ自体もまあ悪くない性能してて、全体的にガンホーコラボって強い性能してるキャラが多いので、まあ、とりあえずガンコラは引いても損はしないかなって感じです。はい。ただ、石全部っぱはマジでおすすめしない。ガンコラって、
基本的に交換ができます。なのでクルセイダーとゴーストリングとかっていう交換できないキャラですね、交換できないぶっ壊れキャラを狙う場合のみはもう仕方ないから石使ってもらうしかないの。クルセイダー欲しいとかって人はね、もう石使ってもらうしかないんだけど、そうでもない人は交換で基本的に欲しいキャラゲットできるんで、まあクルセイダーゴーストリングあたりを狙うとかでない限りは石全部パーは絶対にお勧めしません。まあそれでも欲しい人っていうのは、ガンホーカラボ1の方かな、1の方、普通のガンホーカラボガトの方頑張ってください。でね、じゃあなんで俺がこんなね、こう引いてもいい、こんだけなんか強いって言ってるのにちょっと引くの迷ってるかっていうと、やっぱりね、この石大量配布があるということは何かしらイベントが来る気がするんですよね。やっぱり毎回石大量配布の後って何かしらイベントが来てるの分かります？ってことは、まあ、多分この159個配布の後にも何かしらのコラボイベントが来るんじゃないかと予想してるわけですね。で、まあ、ガンホークラボに関しては結構長く続きますけど、星を紡ぐ精霊ももうすぐ終わりますし、北斗の剣ももうすぐ終わるので、まあ、っていう風に考えたら、まあ、全然来週からね、何かしらコラボが来ることはおかしくはないと。ね、全然なんならあり得ると思うんですね。ってなった時に、じゃそのコラボのために石残せなくなっちゃうねっていうことで、まあ、個人的にもし引くにしても、ちょっと待ってからでいいのかなと思います。はい。本当に一番やめてほしいのが、朝4時に31連ガンホーコラボとか、あとは星を紡ぐ精霊回すみたいな。だけはちょっと一旦やめてほしい。ガンホーコラボって待って、石何個だっけ？あれ5個じゃなかったっけ？ガンコラは石、あ、6個か、6個ですね。ガンコラ26連したりとか、星を紡ぐ31連したりとか。だけはおすすめしない。それだけはちょっと待ってほしい。できればちょっと石残しておいてもらって、次のコラボにね、もうほんとガチャ10回分でもいいんで、せめて70個ぐらいでもいいんで残しておくだけで全然次のコラボに対するあれが変わると思うんでね。そうで、それで実際次のコラボで弱いキャラが来た場合は別にそれでガンコラ引けばいいじゃないですか。2週間まだ期間あるからガンコラってね、2週間あるからガンコラ引けばいいし、逆になんだろう、それで新コラボが強かったらそっちに全部っぱできるんで、まあ、初日に全部石使うのだけは絶対我慢してもらって、もう何が何でも少しでいいんで少しだけの石を残すことをお勧めしておきます。まあ、一応まとめとしては、北斗の剣は論外、星を紡ぐ精霊は欲しかったら引いてもいい、でガンコラに関しては引いてもいいって感じになります。ただどんだけ引いてもよくてもやっぱりちょっと待ってとやっぱりちょっと待ってねと、できれば次のコラボ情報が多分来ると思うんで、それだけ見てからですね。もう本当にその次のコラボ情報を見てもらって、もうそれが弱かったら引けばいいしね、ガンコラ。ちょっと待つだけで、選択肢が1個増えるんですよ。やっぱり選択肢が今現状3つしかないじゃないですか。北斗の剣、星を紡ぐ、ガンホーコラボっていう。それがさらに1個増えた状態でガチャを引けるっていうのはめちゃめちゃお得なんで、そちらの方だけね、待っていただければなと思います。ということで、今回は魔法石の使い方おすすめ解説について話す動画でした。ぜひよろしければ、チャンネル登録、高評価、そして石の無駄遣いをしないようにお願いいたします。ということで、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。